はい、皆さんこんにちは、ゴルフタットです。今日はですね、最新のトレードマークを見てみます。それでは行ってみましょう。まずテーラーメイド、ステルスなんですけど、これね、去年の7月に登録されてるね。で、去年はね、この商標チェックをやってないんですよ。でですね、これをですね、レポートできなかったというちょっと失敗がありましたので、今年はですね、この定点観測をですね、しっかりやっていきたいと。この最新の方から見ていきますとですね、スピードソフト。これはゴルフボールなんですけども、出てますね。でね、これがいつだ ?5 月10日なので、もうこれはもう出てるかもしれないですね。ツアートラッシュ。ツアートラッシュ、これ何ですかね、これ。シャフトシャツだから、あ、これはね、アパレルですね。こんなロゴですね。はい、T って何ですかね、これ。あ、これもあのテーラーメイドのロゴですね。はい、カーボンウッドはですね、もうこれ出てますね。でね、カーボンウッドはね、これ去年も出てるんですけど、これさっきのと何が違うかっていうとですね、これはね、ロゴの登録なんですね。で、さっきのはですね、まあ、全面的に、まあ、いろんなサービスとかでも使いますよっていうですね、まあ、これですね。この適用するあの分野を言ってますね、これ。まあ、ある程度人気が出たんで、まあ、こんなのにも使いますぜということで、あらかじめ揉めないように登録していくんですけど、まあ、そんなプロセスですね。あ、そしてね、まあ、ということで新しいのはあんまりないですね。じゃあですね、ちょっと気になるのがですね、このステルスと同時期に、登録されたゴースト。これなんかゴルフクラブだしね、ちょっとこれ気になりますよね。なんですけど、これね、ステルスのね、これダミーだったんですかね。これ出てきてないですよね。あとですね、フューゼ。これはね、なんか去年レポートした覚えがありますね。仮面ライダーみたいって言った覚えがあるんですけど、これも出てきてないですね。ということでですね、テーラーメイド目立った動きなしでした。次ピンなんですけど、730が商標登録されましたね。まあ、これ、まあ、ご存じの通り710の後継なんですけど、まあ、これもいつ出るかですね。シャフトなんですけど、CB ブラックというのになりそうですね、今回。430のシャフトだと思うんですけど、CB ブラックと。日本版は、JCB ブラックということですね。そしてですね、最新の登録がこれなんですけど、430のロゴは、これになりそうですね。これがね、6月8日なので、先週登録されたばっかりということで、430いよいよ近づいてきましたね。ということで、430が近いピンでした。でですね、430の発売予定時期なんですけど、これから漁師で、で、秋にスクープが出て、で、1月から発売、1月、2月から発売って感じですかね。はい、ということで、ピンはですね、G430 と G730 に期待です。はい、次、キャラウェイですけど、キャラウェイもね、あまり目新しいのないですね。スピンマシーンって何ですかね、ウェッジですかね。これが、5月2日か。なので、来年出てくるかもしれないですね。クロスフレームコンストラクション。これはなんとなくこのジェイルブレイクの次の構造っぽいんですけど、キャラウェイの特許をですね、こちらで、予想してますので、このうちのどれかかもしれないですね。ナンバーワンアイアンインゴルフということで、もうナンバーワンに執着してますね、キャラウェイもテーラーメイドもね。ゴルフクラブに書くんですかね、これね。
はい、レインスパンとテックスパンは、まあ、これはアパレルですね。はい、ということでですね、キャラウェイもね、あんまり目新しいのないですね。これもグルーブだからウェッジですかね。で、これはゴルフボールですね。はい、ということでですね、キャラウェイも目新しいのはなしです。たまにはですね、こう国産勢も行ってみましょうかね。住友ラバーで、スリクソンダンロップなんですけど、タングステンソフト、ゴルフクラブヘッドですか。これどんな風なんですかね。もう最近出たばっかりですね、これ。来年モデルでしょうかね。ソフトフィール、これボールですよね。あ、これあのボールのロゴですね。ジースタダイヤモンド。ジースタダイヤモンドはですね、これボールなんですけど、これジースタのですね、限定品ですね。これなんですけど、アイアンのスピンを増やしたやつですね、これは。こちらなんですけど、アイアンのスピンは多くて、ドライバーは飛んで、寄せはそこそこという、そういうボールみたいですね。あとはですね、あ、キュースタツアーもこれ新しく今年出ましたね。お、アクティブウィングもこの何気に登録されてますね。去年の7月なんで、あ、これもね、こう見てたらちょっと予想できたかもしれないですね。これゼクシオとはちょっとね、予想できなかったですね。ハイボアクラン。クリープランドの昔のハイボア復活させるんですかね。はい、ということでですね、こちらもですね、あまり目新しいのなさそうですね。はい、そういうことでですね、商標なんですけど、まあこれ定点観測しておかないとですね、まあ去年のあのステルスみたいに見逃すことがありますので、今後もですね、こう定期的に見ていきたいですね。はい、それでは本日の動画以上になります。次の動画でお会いしましょう。さようなら。